艦長、帝国諜報員がベスビオ基地に潜入し逃走中との情報が入りました。敵諜報員は基地から捕虜の一部を伴って潜水艦3隻を奪取、逃走した模様です。何だと？諜報員の目的は分かっているのか？行動を共にし捕獲された捕虜の情報では、徴兵器研究基地に残されていた機密資料を持って逃亡したとのことです。そこまでして奪いに来るとは、よほど重要な資料なのでしょう。それで司令部の対応は？現在水上艦にて包囲網を構築中。しかし敵は新進度まで潜航中のようで、所在をつかめずにいる模様です。海底で息を潜められたら発見も容易ではないな。艦長、こちらも潜水艦で出撃し、水中からソナー反応を分析してはどうでしょう。水上のみから捜索するよりも発見の可能性が上がるかもしれません。確かに。司令部に上申してみましょう。潜水艦による捜索への参加が承認された。ダッシュされた潜水艦3隻には徴兵器に関する重要資料が積み込まれていると思われる。これを帝国軍まで持ち去られてはならない。作戦目的の第一は敵艦の発見と捕獲だが、場合によっては撃沈もやむを得ない。逃走中の潜水艦はシチリア島北部を迂回し西の海域へ向かったと思われます。目標の潜水艦は追尾を振り切るために新進度に潜んでいる可能性が高い。ソナーの反応には注意するように。周辺海域上には依然敵の威力偵察艦が出没している模様です。爆雷攻撃にも注意してください。各員出航準備を急げ。
総員警戒態勢、全速前進。先行開始。主目標変更。敵艦撃沈。敵艦撃沈。主目標変更。先行開始。浮上。先行開始。敵増援出現。主目標変更。浮上。機雷探知。機関停止。機関更新。機関停止。全速前進。機関停止。全速前進。機雷探知。全速前進。機雷探知。機雷探知。敵ソナー検知、警戒せよ。敵艦撃沈。機雷探知。機雷探知。魚雷接近。敵戦艦撃沈。敵艦撃沈。敵艦撃沈。敵ソナー検知、警戒せよ。機雷探知。敵艦撃沈。敵艦撃沈。
雷探知。魚雷接近、敵戦艦撃沈、消波。敵艦撃沈、敵艦撃沈、敵ソナー検知、警戒せよ。全速前進、機関停止、全速前進。作戦成功。当海域を脱出しましょう。逃走中の敵潜水艦の捕捉に成功しました。手を焼かされたか。素直に投降勧告に応じたようだ。ブラウン大尉は徴兵機情報の確認を急ぎ行ってください。了解しました。それで帝国諜報員が持って逃げようとした情報とは何だったのですか？主にここベスビオ火山一帯の調査情報です。火山の調査情報？一体何のために？参考データでしょうか。他の火山帯のデータも揃っていました。ウィルキア領のカリムスキー火山、ハワイ諸島キラウエア火山、アイスランドのバウルザルブンガ火山、そしてここイタリアのベスビオ火山。どれも世界有数の火山帯ばかりじゃないか。おそらくは日本列島も含まれるはずです。そしてそのすべてに発掘施設が存在する。つまり火山と徴兵機の間には密接した何かがあるとみて間違いないのでは。帝国の侵攻計画の裏にはそんな理由があったのか。しかしどうしてそんなところに徴兵機が埋まっているのでしょう？わかりません。しかし徴兵機研究の重要な手がかりになりそうですね。